今日は長野県の上田市にやってまいりました。いやー、まだ時間が時間なんで、現在は午前の6時でございまして、まだ人の影はそんなに多くありません。そして信州上田といえば真田家の町でございます。駅の壁には真田家の家紋でございます六文銭がついております。まあ、六文銭がついておりますというか、まあ、それをデザインしたようなもの。こちらの上田という町には新幹線が走っておりまして、昔の長野新幹線、現在の北陸新幹線が走っております。上田っていう町は結構大きな町でございまして、信州長野県内では人口第3位、1位が長野市、2位が松本市、第3位がこの町上田の町でございます。駅前はこんな感じで結構立派でございまして、人口は約15万人でございます。上田という町は本当に歴史ファンにとってはたまらない町でございます。こちらは大阪冬の陣、夏の陣で奮戦しました真田幸村の銅像。まさに長野県上田市の人にとっては本当にヒーローなんではないでしょうか。いや、かっこいいですね、やっぱり。なんかと上田城はそんなに遠くはありませんで、徒歩圏内でございます。だいたい歩けば 500m、 そんくらいの距離でしょうか。そんなに遠くはありません。もちろんこの上田という町はもともと真田家のお城の城下町として発展した町でございました。いやー、信州でも第3番目の人口を誇る上田市は結構大きな町ですね。なんかこんな感じで中心市街地も本当に立派。こちらには松尾町と書いてありますけれども、これは多分上田城の別名である松尾城から多分来るんではないでしょうか。そしてこちらの上田という町は城下町という側面を持ちながら、昔に通っておりました旧北国街道の宿場町としても栄えておりました。北国街道というのは中山道を軽井沢で分岐しまして、新潟県の上越市につながる道でございました。しかし上田という町は非常に雰囲気のいい町ですね。なんか結構こんな感じの地方都市、私は結構好きでございます。奥の方には山も見えまして、小さな盆地の上にこの上田という町があることがわかると思います。そしてこちらが旧北国街道柳町でございます。こちらは上田城とともに上田市観光の代表的スポットでございます。よく観光パンフレットにもよく載ってるのを皆さん見たことがあるのではないでしょうか。いやー、しかしまだ朝の7時でございますんで、本当に静かですね、こちら。
こんな感じで非常に江戸時代らしい建物が残っております。これは本当に美しい風景でございます。いいですね。なんかこれ上田ってこんな素晴らしい街、いや知りませんでした。いやまるで本当に江戸時代にタイムスリップしたようなそんな感じですよね。なんかいやーすごいすごい。これはこんな感じで本当に古い建物でございます。いやーこの網戸がすごいですよ。なんかこれは現代の日本ではなかなか見られない建築でございます。こんな感じの街ですから保存には積極的でございまして、多分建て替えたりとかは多分できないんじゃないでしょうかね。なんかそういうの結構ありますよね、こういう街っていうのは。いやーすごいすごい。そしてこの周辺には市役所とかの官庁街がございまして、そろそろ上田城に行きたいと思っております。いやーいよいよやってまいりましたね。私ちょっと上田城が初めてなんで楽しみです。なんか結構いやー天下の名城上田城だけあって本当にお堀も大きい。しかし水がなくて空堀なんですね、お堀っていうのは。これは初めて知りました。お堀の中はご覧のように現在散歩道みたいな感じで道が通っております。ここを散歩するのも本当に気持ちが良さそう、そんな感じでございます。いやーしっかりした石垣が立派に残っておりまして、これいいですね。なんかいやーちゃんと本当にうまく作られてるっていうか、ちゃんと石を切り出して使ってる、本当に立派ですね。この石垣っていうのは上田城の二の丸跡には現在は博物館がありまして、こちらを鑑賞して上田の歴史、真田の歴史について触れるのもいいかもしれません。しかしこの城内結構きれいに整備されておりまして、非常に心地のいい場所でございます。二の丸と本丸の間の堀には水がちゃんとございました。まあ池みたいになってますね。なんかこんな感じでございます。そしていよいよこちらが本丸でございます。この風景なんかよくテレビで見かける上田城の姿、そんな感じですよね。なんか関ヶ原の戦いの後に真田家がこの上田の地を去って以後、一度この上田城というのは取り壊されますけれども、確かその後江戸時代になって再興されたような、そんなようなお城でございます。こちらの方にあります櫓なども確か後世になって復元されたようなものだったような、そんなような気がいたします。いやーしかし上田城ってのは本当に鉄壁のお城でございまして、あの徳川家康の軍を2度にわたって撃退するという、まあ、大戦果を挙げたのでございました。
2度目に浦城が攻められた時にはちょうど関ヶ原の戦いが始まる直前でございまして、東軍の本隊を率いていた徳川家康の息子秀忠が率いる東軍の主力をこの浦城で迎え撃ちまして、結果として関ヶ原の戦いに東軍の中山道を通っていきました東軍の主力軍が関ヶ原の戦いに間に合わないというまさかの結果が起きてしまったのでございます。そしてこちらに見えております真田神社、こちらは昔浦城にありました天守閣の跡地に建てられているそうでございます。こちらにも真田幸村の銅像、やっぱ人気なんですね真田幸村。お父さんや兄貴よりも本当に上田の人に親しまれているようなそんな感じですね。なんかいやー、上田城には結構櫓がたくさんありまして結構見ものでございます。そしてこの上田城からの上田市の風景がとても素晴らしい、本当にいい眺望でございます。しかし戦国時代に作られた城としては珍しく、上田城というのは平山城、平城でございまして、そんなに攻めるのが難しそうな感じはしませんけれども、どうなんでしょうね、やっぱ真田幸村のお父さん正幸のやっぱ戦上手というものが際立っていると思います。こちらもなんかいいですね、なんか絵馬の周りをこんな感じで歩いていくのも結構楽しいものでございます。